皆さん、こんにちは。日本の政治を10倍楽しくする不動産 YouTuber、国際不動産エージェント鈴木です。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。衆院選が終わりましたね。蓋を開けてみれば、自民、普通に勝利、維新、大躍進、立憲、敗北、共産との共闘不発という結果に終わりました。 自民党の獲得議席は261、衆院の定数は465名ですから、全体の56%を自民党議員が占め、絶対安定多数を確保、公明党と合わせれば与党は293議席、全体の63%です。 もっとも公示前の勢力でいうと自民党は276議席ありましたので15議席減らしたわけです比較対象が安倍長期政権の絶頂期だったので多少減るのは仕方ないですねそれでも下馬票では自民党は30から50の議席を減らし単独過半数を確保できるかどうか微妙だと言われていましたその意味では自民は大きく負けなかったといえます 日経株価は安心感から上昇自民党岸田政権はひとまず国民の信任を得た形で日本の舵取りをしていくわけですただ皮肉なことに手堅い勝利を収めた自民党の選挙責任者である甘利明幹事長がなんと小選挙区で落選してしまいました 自民党の現職幹事長が小選挙区で負けるのは歴史上初めてのことです。もっとも甘利さんは比例復活しましたので国会議員を続けることはできますが俗に言うゾンビ復活と呼ばれるもので甘利さんレベルでは極めて格好悪い何しろ彼は幹事長として自民党選挙の采配を振るう立場なのにその本人が小選挙で落ちてしまったら面目丸つぶれですね。 他の自民党候補に次々と当確が出る中、甘利さんは自分の選挙区が気になって仕方がなかったのでしょう。岸田さん、麻生さん、高市さんが笑顔なのに甘利さんだけ笑ってない。というか顔面蒼白ですね。そしてついに敗色濃厚となった時点で彼は岸田首相に身柄を預けますと発言。そして幹事長辞任を申し出ました。 小選挙区で勝てなかったら幹事長はできないと言って、潔い引き際を見せました。これで甘利さんは在任わずか1ヶ月、自民党で史上2番目に在任期間の短い幹事長となってしまいました。つい1ヶ月前、岸田総裁から甘利さんが幹事長に任命されたとき、ちょっと不安な感じがしたんですね。私は甘利さんのこと嫌いではないです。 フェアに見て TPP をはじめ通称安全保障面で大きな実績を残しており国際的にも尊敬されている政治家の一人ですただ彼を幹事長みたいな要職につけるとリスクが高いんですねまずもってマリさんは顔で損してます 第一印象がいかにもこわもて、フィクサー的、自民党の近県政治を連想させる顔をしている、悪いことしてなくても、お前がやったんだろうと突っ込まれそうな顔ですし、実際、数年前に金銭授受疑惑を起こし、不起訴にはなりましたが、何度も文春法で晒されて、ブラックなイメージがついてしまっていますそしてとにかくアンチが多いです。 甘利さんが何を言っても反対の思想を持つ側から鬼のように批判される嫌われ者キャラクター実際狙い撃ちされましたね幹事長になってからまず文春法で金銭授受疑惑の記事を書かれましたし元検察官で弁護士の郷原信夫から地元の選挙区で落選運動をやられていますそれで結局地元の選挙区が接戦となり 本来、幹事長ですから、全国を回って、候補者に応援演説しなければならないのに、選挙3日前の10月28日には、神奈川の地元に戻り、中央林間、山と海老名などで演説を始めたのですが、時すでに遅しで、結局、立憲民主党の野党統一候補、太井秀氏,氏に一歩及ばず、小選挙区を落としてしまいました。 衆院選の翌日、2021年11月1日になりました。今こそ日本で一番象徴的な政治事件が起こった場所を自分の目で確かめたいと思い、甘利さんの地元選挙区、神奈川13区に向かいました。神奈川県の中央部、大和市、海老名市、 綾瀬市、座間市からなる選挙区です。東京の自宅から1時間半で行ける場所です。まず私が降り立ったのは小田急線の大和駅、相鉄線との連絡駅にして特急停車駅なので利用者が多く、駅前は商業施設が集まりにぎわっていました。おおむね駅から徒歩5分圏内が商業地で、その外側は戸建てやアパート、マンション中心の住宅地になります。 商業地がちょうど途切れるあたりに甘利明氏の選挙事務所があり、そこから徒歩2分の至近距離に小選挙区で彼に勝利した太り秀氏の事務所があります。甘利さんの選挙事務所を覗いてみると、想像通りお通夜みたいな感じでした。すでに多くのものが運び出され、若い男性2名が長椅子を移動しているだけでした。そこから 太利さんの事務所に行くと明るい雰囲気でスタッフやボランティアが56名会議をやってて賑わっていましたそりゃあ嬉しいでしょうね衆議院チャレンジ2回目の44歳がすでに12選している張子さん72歳の地元2世議員誰もが知ってる自民党幹事長あまりさんに勝ったわけですから間違いなく大金星です太りさんのポスターがこれです 沖野選ぶ島出身だそうで、道理で濃い顔してますね。そして、いい人そうな顔もしてます。笑って太ると書いてあって、もしかして俺のことかなと思いました。元ラガーマンでフルマラソンを完走できるようで、スポーツ万能ですね。一方、あまりさんのポスターは物議を醸しているんです。これが元々の第1号ポスターです。イケメン気取りはわかるんですが、 偉そうだとか、権力者に見えるとか、マフィアの親分とか言われて、極めて評判が悪かったんですね。確かに和製ゴッドファーザーに見えないこともないので、親しみを込めて、これからゴッドあまりと呼びます。 ゴッドアマリは急遽第1号ポスターを引っ込めて普通の顔でポスター第2号を作って選挙看板には第2号を使ったんですがその時までに第1号ゴッドファーザーポスターを大量に吸って配ってしまったので選挙区内の支持者の家ではこちらが多く使われていますその後私は大和駅から相鉄線で隣の駅相模大塚駅まで約2キロをぶらぶらと歩きましたが そこでピンとくるものがありました。なぜ今回の選挙で甘利さんが負けたのかその理由が私には何となく分かったような気がしたのです首都圏人ならではの独特の嗅覚というのでしょうか都市的なものと土着的なものがせめぎ合う中途半端な都会田舎で育ったものが持つ野生の勘というのでしょうか結論から先に言いますとあまりさんは都市化新住民無党派層に負けた。 支援のない新住民の世代交代を求める声にやられた、です。ここ大和市は典型的な首都圏ベッドタウンです。大和駅から横浜駅まで直通20分、新宿駅まで直通45分で行ける交通利便性から人口が増えています。そして私は大和市と似たような首都圏ベッドタウン、千葉県柏市の出身です。大和市も柏市ももともと農地が広がっていた場所です。 そこに東京直結する鉄道駅とか高速道路ができて、都内通勤をする新住民が増えて、もともといた90民の人数を軽く超えてしまう。大和市の人口は1950年には2万人だったのに、ゴッドあまりが父の地盤を引き継いで政治家になった1983年は17万人に増え、 今は24万人になっていますから選挙区の大多数がよそから移住した新住民ということです新住民は鉄道駅の周りにあるマンションや戸建てに住みます彼らは都内の職場までの交通便や予算間取り学校や病院などの要因で住まいを選びますもともと地元とのつながりなんてないしその多くが家には夜寝に帰るだけの神奈川都民です一方 もともとこの地に住んでいた地元の世中議員は、もともとった地元民、つまり旧住民には辛抱厚い一方で、新住民に支持を広げるのに苦労しています。旧住民と新住民とではライフスタイルも価値観も違うし、地域によっては方言の違いさえあるので、混じり合わないことが多いです。そしてゴッドアマりは、どちらかといえば保守的な考え方を持つ政治家です。世の東西を問わず、 保守というのは土の匂い、旧住民的な文化と結びついています。ゴッドあまりが本拠とする事務所は相鉄線相模大塚駅の近くにありますが、隣の大和駅と比べれば都市レベルが2ランクぐらい下がる田舎っぽい場所で、駅前からいきなり小建て住宅地が始まり、商業施設が乏しく、農地もちらほら残るようなところです。大和駅とか、 もっと都会な海老名駅の近くに住む新住民から見ると不便で普段行かない場所をゴッドアマりは本拠地としていたのです。地元政治家とはいえ、遠道く感じるのは当たり前ですね。この地図は11月1日時点で山和駅から相模大塚駅に至る道沿いで見たゴッドアマりと太り秀氏の選挙ポスターの場所をプロットしたものですが、傾向は一目瞭然。山和駅近く 集合住宅が多くて人口密度が高いところはほとんど太りひでしポスターの独壇場でした。逆にゴッドあまりのポスターは山和駅を離れた人口密度の低い小建て住宅街に点在していました。太りひでしがここ数年タウンミーティングとかやって地道に新住民の支持を集めてきたのに対しゴッドあまりはほぼ国会か 都内の議員宿舎にいる生活なので、地元での活動はほぼできなかったのだと思います。 それでも過去の選挙では野党候補が民主党、共産党、維新の党、希望の党などに分裂していたのでゴッドあまりは勝ち続けましたが今回野党統一候補を立てられると都市部ゆえ結構危なくなってしまうのです。これまで彼の神奈川13区での得票率はせいぜい40%から50%台で決して高いわけではありませんでした。 今回の選挙では相手にその弱点をうまくつかれた形になってしまいました。 地元につながりがなく、政治にあまり興味のない新住民の有権者から見て、72歳の自民党古参候補と44歳の立憲民主の若手候補、どちらを選ぶかといえば、政治家に若返りしてほしい気持ちは誰もが持っています。世代交代のムードにまりさんは負けたのでしょうね。首都圏の自民党政治家は新住民で苦戦する。これは宿命だと思います。 河野さん、小泉さんなど、ごく一部の例外を除き、首都圏から首相を狙える強い政治家がなかなか出てこないのも、自民党政治家が安定して勝ち続けられない土壌ゆえのことだと思います。一方、ゴッドあまりの政敵とされる二階俊博氏は、党内権力構想に敗れて、冷や飯にもかかわらず、和歌山3区で圧倒的な得票で、ぶっちぎりトップ当選。御年82歳。 これは新住民がほとんど移住してこない地方の小都市や農村ゆえの現象でしょう。そういう田舎な場所こそ首相とか世襲議員が出やすいんですよね。今日の動画いかがでしたでしょうか面白かった、ためになったと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。